ってる？聞こえてるの？聞こえてないんかな？聞こえた？よかった。聞こえてる？聞こえた？聞こえ始めた？聞こえた？聞こえた？おお。よかったよかったよかった。皆さん、ニッパーありがとう。皆さん、おはよう。おはようです。土曜日の朝は、みんな早起きだね。充電中の音かもしれん。どういうことだ？まだ聞こえてない？また聞こえない？ん？なんで？スマホが故障してるのかな？聞こえてる？テンション上げてくれてもいいよ。頑張ろう。わかんないよ。今日は土曜日休み？お休みです、私は。聞こえてる？よかった、聞こえてた、聞こえてた。皆さん、おはようです。故障はしてない。でも自分よく落とすからさ、多分いつか壊れるんですよね。めっちゃスマホ落とすの。普通にしてても落とすんだから多分壊れます。今夜行バスの中、きついきついだろうけど頑張って。なんとも言えない。でも私バス好きだからさ、夜行バスも結構乗るんだよね。朝から可愛って、だってちゃんとしてる。ちゃんとしてる。いやー、この前ね、この前ねじゃないよ、今日はひーたんちにいたんですよ。でひーたんちにずっといたら、なんか充電しながら配信してない。充電してないよ。充電の音がする。え、怖い。お話し会の決済は今日までですよ。あ、そうです、皆さん忘れないでね。あと30分で千葉に行くからご飯。いいな。ディズニーですか、もしかして。あ、夢の国ですか、もしや。タイプ屋さん、リップありがとう。もしやもしや、ディズニー、あ、夢の国かな。いいな、夢の国。幕張メッセで、あー、AKB48 さんの幕張メッセなのか。え、イヤホン刺さってないよ。ね、怖いこと言わないで。え、本当に刺さってない。怖いやん。え、めっちゃ怖いんだけど。怖いこと言わないでよ、みんな。本当に言ってる、それ嘘じゃない。イヤホン刺さってないし、充電も刺したってない。え、怖い怖い怖い。どんなになってんの今。ちょっと誰か画録して後であげといてください。え、怖すぎる。はるみさん、私かすみです。実はかすみって読むんです。ジージー音がするって何。怖すぎる。かすみオール、オールです。そう、昨日ひーたん家にいて話し込んでたらいつの間にかこんな時間になってて、で朝帰ってきました。音はするけど別に怪奇現象だよね。え、でもさ、イヤホンも充電器も刺さってないのにさ、刺さった音がするってことはもう怪奇現象でしょ、それは。怖すぎ。モピラさん、かわいい、ありがとう。Good morning. おはよう、みんな。悪いよ、すみません、教えられてないよ。昨日は何の話したっけな。だってみんな真面目だもん。昨日はなんかメイク落としの話したな。何が一番落ちるって。で、私はリオを買いました。リオさんのクレンジングをバームを買いました。そんな話しかしてないかも。あ、
あとまつげが切れる話とか そんな感じのしょうもないことしか話してないです。それで、でもさ、いつもそんぐらいの時間になって、で結局朝まで起きてみたいな。朝からお兄ちゃんこき、いや違いますよ。昨日は普通にプライベートだったから自転車で行ってたのね。だから自転車で帰ってきましたよ。ちゃんと。でもお兄ちゃんも寝てるんじゃない？ちょっとよくわかんないけど。帰りまして初カツによろしくね。よろしく。やったやった。夜を徹してメイクをした。本当にしょうもな。それ以外も話したんだろうけど多分もう忘れてる。あ、歌の話とかもしたわ。なんか歌を聞いてましたずっと3人で。でこの世から歌が消えたら生きていけないよねとかいろいろ話してました。そんな感じの話しかしてないかも。眉毛の整え方を知りたい。なんかこうしてこうです。それは専門家さんに聞いた方がいいですね。多分眉毛と眉毛バスでも変わりこよう。ちょっと楽しみ今から。あ、そうじゃん、嬉しい、楽しみにしてるね。瀬戸の整備探して。初の眉毛ちゃんとそれがかかってないよ。今日はかかってません。今日は無事に自転車で帰ってこれました。私もチャリで帰ってきて、でもなんかね、自分これ多分ちっちゃい頃の教えを信じてるからなんだけど、カラスがね怖いの。なんかさ、ちっちゃい頃かな、ちっちゃい頃ってかさ、カラスにさ目があったらさ頭を叩かれるよみたいな話しなかった、されなかった。多分そんな話をされてるから、そんな話をされてるから多分こう怖くて、カラスがいっぱいいたの朝帰ってくるとき、それが怖くてずっと怯えながら帰ってきてた。もう怖い、やだやだやだ、怖い怖い。あと鳥の糞も落とされそうだし。前ね、何の時だ、多分みちさんのね、そこの時になんか普通に行ってたの、向かってたの。そしたらなんかポトッて音がしたのね。そしたらここに鳥の糞落ちてて、まあ、最悪って思って泣いたしかもその日ね、その日っていうかその前日とか、まあそこら辺の前後でちょっと嫌なことがあったんで、嫌なことっていうか、まあまあちょっと病んでたんですよ。でそれ、その病んでた時期に鳥の糞落とされたもんなの、もう泣いちゃう、泣きわめきました最悪ってずっと。水色の服も無事届いたから楽しみで仕方ない。楽しみだね、待ってるわ。遅い。カメムシまだね家は出てないけど、ヒータンチの前とかは結構いたかも。ヤンキチさんありがとう。後ろからカラスに襲われたこと、だよね、だから怖いんだよ、だから怖いんだ。パブロのトックンさん、リッパーありがとう、頑張りありがとう。へこんでた、そう、へこんでた時にそんなことがあったもんだからもう泣いちゃったハンシさん、リッパーありがとう。私は皆さん応援してください。私はこれからめんどくさいめんどくさい工程をいっぱいやらなきゃいけない。まずメイク落とすでしょ、もうそれがめんどくさい。まずね、まずメイクがめんどくさい、メイク落とすのがめんどくさいでしょ。でお風呂も入るの、お風呂入るじゃん、メイク落としたら。お風呂入るのはね、まあいいんですよ。お風呂に入るまでがちょっとめんどくさいなと思うだけで、まあ、入ってしまえば一緒なんですよ。だから入って、お風呂に入って、それでお風呂に入っても洗うのもいいんですよ。ちょっと拭くのがめんどくさいけど、拭くのがめんどくさくて、髪の毛の水分を取るのもめんどくさい。でスキンケアをするのもちょっとめんどくさい。
まあでもスキンケアは大事だからするけど、絶対で、めんどくさいでしょ。でドライヤーです、この世で一番めんどくさい。それはまあ嘘かもだけどこの世で一番嘘かもだけど、お風呂の工程を全部考えた上で絶対ナンバーワンでめんどくさいのはドライヤーなんですよ。あー、しかも髪が長いからね、なかなか乾かないの。だからみんな応援して。うちの親戚なんかゲージに入れてカラス飼ってた。え、カラスって飼えるんだ、すごすごすぎ。まずは美味しいもの出るとか、いやそれが一番いいんだよね、それが一番いいんだけど。でもね、メイクは落とさなきゃ。メイク落とすならお風呂入った方がいいし、なんかお風呂入るよねお風呂キャンセル会は本当に本当ですよ。お風呂に入るのは大丈夫。いや本当にね、お風呂に入るのがめんどくさい。肩幅狭め、じゃあなんかいつも狭いみたいな、いつも広いみたいな。でもなんかわかんない、この服の色じゃない、この服の色なんかマジで嫌なんですけど、なんかキモいこれ小学校とかかな、友達とお揃いで買いました。なんでこの色って感じだっけ。お風呂ってなんで入るのね、もうね、わかる。それなんか入ってしまえばさ、もう一瞬なのに入るまでがさ超絶面倒いよね。乾かすの大変ね。ドライヤーホルダーは、ね、使ってないけど欲しい。楽なんかな、やっぱりめっちゃ水分ついてるタオルを使ってみるとか、前使ってた気がする、なんかピンク色の。でも、まあ、タオルだからさ、あんまり自分で、ね、タオルで拭いた後に水分が取りきれないから、いつもキッチンペーパーでこうやってキュッ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 ってやってる。なんかティッシュの方が水分取れる気がしてた、わかんない知らない1時間ぐらいかかるのか。1時間はさすがにかかんないかもだけど、でも30分はかかるかも絶対。動画も半乾きとかだったら15分ではあるけど、完璧に乾かそうと思ったら30分とかはかかるかも。髪を親に乾かさせる人いる、乾かさせたいよできるもんなら乾かしてほしいよ。18歳なんです。そう、18歳の高3です。今まだ学生なんです。実はよく20歳以上に見られるんですけど、実はまだ学生してます応援したいけど乾かすときに配信、いや確かにそうしたらよかった。でもちょっと絶対ブサイクだからやだ。カラスは野鳥だから基本飼えないけど、治療目的とかだと一応。ああそういうこと、すごい。野鳥って飼えないんだ。もう飼えないか、なんか適さなそうだよね、飼うのに。飼った方が言われそうヤンキチさんコーヒーありがとう、お茶、うん、サバさんハートありがとう。え、乾かすの耳だから髪切るの。いやそういうわけじゃないけどそういうわけじゃないけど、でもまあ切ったら楽だよね絶対。だってボブの時あったけどさ、めっちゃ楽だったもん。だから私ボブ似合わない気がしてきたもん。もう似合わない気がしてきた。眠いですね。可愛いのが好きって、でもわかる。幕張温泉行っても時間あるし。幕張に温泉、幕張温泉なんてあるの？行きたい、めっちゃ温泉行きたいの最近、マジで最近温泉行きたいんだけど、行ってくれる人がいない。ヒーターはいいよっていうの、まあ、別にいいけどって感じなんですよ。でヒーちゃんもね、ヒーちゃんはね気分屋さんだから、行くって言ってきて行かないっていう時がある。ドライヤーさんっていろいろ使えるようになるから楽に、いいな、欲しい。しかも楽だね、持たなくていいからさ、腕も疲れないじゃん。
ないんだよね、意外に。多分かすみんちゃん、おはよう、声は東京から見に行ってます。かすみんちゃん、え、嬉しい、しみやんさん、ありがとう。声がおかしいです、カラス、かすみんと、え、それって名前だよね、名前で合ってる、顔とか言わないよね。出口夏樹さんが短くしたら短くする、え、短くしちゃうかも。てか、あ、出口夏樹さんが出てる時のアオハライドが好きすぎてマジでその髪型にしたい。どんな場面でも可愛いよな、中身も見た目もだから否定せんでね。え、ありがとう。嬉しいよ。ヒータン積んでね、超積んで、声が途切れ、え、ねえ、怖いから、本当に怖いからやめて。だって連れて帰ってきちゃった、ヒーちゃんちから、ヒータンちから、ヒータンちだっているんだよって言われてるんだよ。本当に怖い、やめてみんな、怖い。絶対今の顔ブサイクだったわ。みんな怖いこと言わないでよ、マジで怖いから。自分本当に本当にもう全世界の、全世界でももう何があってもこの世が終わるよって言われたとしても心霊と虫だけは無理なんですよ。だからもうやめてください、本当に怖いこと言わないで。寝れなくなっちゃうよ。明るいから寝れるか、超明るい、聞こえてる。ねえ怖い、かすみん、ちょっと誰か画録してて、画録してあげてください、 X に。 iPhone の調子だよね、多分iPhone の調子だと思っていいだよね。そういうさ、ホラー系じゃないよね、多分だと思ってるよ、私は信じるよ、それを、それを信じるよ。かすみちゃん、おはようございます、土曜日の朝も早くからお試合、お疲れ様、お疲れ様です、おはよう、まさきさん、同居類絶対やだ、もうそれならもう自分この家引っ越す、もうやだよ、やだ、怖い怖い怖い、やめてやめてやめて。でも話してるとさ、ひびきの家じゃない、ひーたの家、姫なの家ですねって言われてるよね。一人暮らしメンバーへのタンプレは殺虫剤がいいと思う。殺虫剤、殺虫剤なんて自分で買えるじゃん。 iPhone のマイクのところに何か当たって、いや当たってないと思うんですけど、 iPhone の消え方、iPhone の K 型って何ですか、 13?13 のことかな、 K 型って分かんないけど13です。合ってるか、引っ越すならひーちゃんとひーたんの家どっち、絶対ひーちゃんち、まあ、ひーたんちにさそういう噂がある時点でもう無理です、私は無理です。暮らせません。でも一人じゃなかったらまだいいかも、ヒータンとならいいけど、でもずっと一緒ね、さすがに。そんなに、おやかさんこんな時間に配信と、何か何かあったわけじゃないけど、何かあったわけじゃないけど、まあさっき帰ってきてちょっと時間があったから配信しようと思って、なんか人がさ配信してるとさ配信したくなるのあるあるかな。昨日夜さヒーちゃんとヒータン配信してたじゃん、でも自分時間的にできなくて、うわ配信したいと思って、でそういう日って大体朝にしようって誓うんですよ。でも朝になってると眠たくてやんないんですけど、まあ、でも今日はこの朝早くから帰ってきてだからやろうと思いました。でも多分ヒータンたちはもう寝てますね、マイクの調子が悪いだって、それならよかった、そんなに古い、え、結構新しい方な気がしてるけど、わかんないけど、めちゃくちゃ早起き、確かに。さっきオールしたの、オールした、オールしたよ。でもオールもね、夜配信面白かった、え、私も面白かった、面白かった超面白かった、いやマジ
そもそも寝てないか。いや、そうなんよ。みんな寝てるって思ってそうだけど寝てないんです、実は。そもそもね、マジ寝ると起きれないから。だから寝ると起きれないし、でも今多分もうね、配信目がつむってるわ多分初めて配信した時も俺、そう、その時もあれだったわ。そういえば多分これ今ね、だからちょっと自分の顔を見ながら確認しながらやってるんだけど、多分目が寝てると思う。多分半目になってるわ、ちょくちょく。夜配信は普段のかすみと違ってかも。でも思うの、一人の時とこのメンバーと何人かでいる時はまあそれは違うよねって思わない、みんな。まあ一人って言ってもファンのみんながいるけど、でもさ、直接じゃないじゃん。だからテンション感とかは、まあ、実質一人だし、その場も一人だからさ、まあ、実質一人みたいなもんじゃん。だからその一人でいるより、いる時と三人とか大人数でいる時ってさ、絶対テンション違うじゃん。だからさ、思う、私はそう。眠くなってきた、結構眠くなってきたかも。あんま眠くないから配信したのもあるんだよね。朝から可愛いです、ありがとう大地。シャーポスト拡散完了しました、嬉しいよ。なんかアーシャと、なんだこれ、星になっちゃってるよ。一人でそんなハイテンションになってたらちょっと、そう、逆に怖いよね。だから思う、そう思います。私はだって3人の時とさ、1人はちょっと違うやんちょっと違うやん。大地ハートありがとう。ホテル1人部屋と2人部屋、今ならどっちが、自分マジで2人部屋がいい人なんですよ。でもメンバーみんなっていうか、みんなでもないけど、でもなんだ、そう、メンバー大体に聞くとみんな一人部屋がいいっていうの。だからまあやっぱそういうもんだろうなと思うけど、じゃマジで寂しがり屋の怖がりなのね。だからマジで二人がいい人、一人部屋の時は絶対誰かの部屋に行くですよ。行くぐらい本当に寂しがり屋なんですよ。多分この顔と見た目と性格からじゃ想像つかないだろうけど、二人部屋がいい。マジで人と一生一緒にいれると思う自分。みんなさ言うじゃん、一週間はさすがに他人と入れないみたいな。友達、どんだけ仲いい友達だとしても一週間は入れないみたいな言うじゃん。全然いける全然いけるって思うの。なんならむしろ降りたい、だって寂しいもん寂しいもんだってって思うの。だから全然さ、いける人なんだよね。まあさすがに苦手な人とか嫌いな人だときついけど、でも別に仲のいい友達とか、こう友達として好きな人とかは全然いける、マジでですね。私はだから二人部屋がいい人です。ですです。いろんな時間に配信すると初見だわ。そうなんだよね、それはめっちゃ思う。ひーたんが壁切ってるけど大丈夫です。どういうこと、どういうこと、どういうこと。自分は年齢的に俺はもうないんだ。でもね、わかるかも、ちょっと俺はきつくなってきた。しょうさん、おはよう。サンキは二人部屋がいいって言いそうなのに。確かにサンキうるさいしね。でも多分みんな意外に一人が好きなんじゃない、まあ、性格にもねよるけど、うるさくても、どんだけうるさくてもひーちゃんとかは絶対一人がいいっていうタイプなんだよね。私は二人がいいって言ってひーちゃん家に行く人肌恋しいタイプか。そうかも。先輩と相部屋になった時のシミュレーションはしておこう。確かに
先輩どうしたらいいんだろう。なんか難しいよね、でも先輩って何するのが正解とは思うかも。特異相撲楽だわ。かすみはどのメンバーと一番、どのメンバーでもみんな仲いいんだけど、マジで本当にマジでみんな仲いいけど、よく一緒にいるのって言われたらひーたんかも。最近はひーたん、ひーちゃん、DHが多いかなって感じ。今日はアニメイトのサイン会で池袋行ってくるわ。行ってらっしゃい。いいな、東京行きたい。池袋、東京いいね。楽しんできて。嫌いな先輩こっそり美味しい。いないわいないよ。まだお母さんと一緒に寝るタイプ。いや、それはさすがにないよ。さすがに、なんかなんて言うんだろう、家族とはちょっと違うの。家族とは別に四六時中24時間花火離さず一緒にいたいとは思わないけど、友達とかそういう仲のいい人とかはとかとは、そのずっとひっつくとかはさすがに嫌だけど、同じ空間なんかさ楽しいじゃん、その方がにいたいですね。なんか安心感があるその方が。中学なんだ、星になっちゃってるよ。おはよう、おはよう、おはー、みんなおはー。ひーちゃんは確かに一人がいいって、そう、ひーちゃんは一人がいいタイプだった気がする。岩崎だから石田の中さんとこれから内視同室になること、そんなことある？名前で決められちゃう、どういうあれなんかな。たまに思うけど、どういうあれでホテル決めてるんだろうとは思う。おはよう。ひーちゃんに今日はちょっと無理って言われても部屋に行っちゃいます。いや、無理って言われたら行かない。他の子に行くかも。かもかも。なんか眠くなってきちゃった。まだお風呂入んなきゃいけないからな。ずっと一緒にいるって言えば奥沢さんかな。確かに、あそこは一緒にいるね。いつ見ても一緒にいるかも。確かに奥沢、しかもなんか奥沢っていうニックネームがめっちゃいいよね。ちょっと羨ましいわ。じゃあ盛り上がり度が2000になったら終わろう。もう眠いから。アッスーさんハートありがとうとか言って、どうしよう、いつまで経っても2000になんなかったら。初見です、ありがとう。もうそろそろ終わっちゃうけど、目がトローンってしてて可愛いよ。トローンってしすぎじゃない？もう多分半目だもん。これ今自分の顔見てるからさ、多分開いてるけど、コメント欄見てる時とか多分半目な気がする。リーナちゃんほぼいちごちゃんの家に住んでそう。え、わかる。てか最近ね、めっちゃ蝶々の小物好きなの。前から好きだったんだけど、かといって奥沢ぐらい一緒に居続けるのもそれはそれで感ある。まあ確かに、まあ、いろんな意見があるけど、確かにちょっと あそこまでずっと一緒は嫌かも。自分もなんかでも同じ空間にいるだけなら全然。そう、蝶々、そう、蝶々の小物が最近めっちゃ好きで、あ、蝶々だって毎回言ってる毎日。2035、お、なった。じゃあ終わろうかな。もう奥田さんはいちごの家の電気です。確かに、そう、最近ねめっちゃいちごの小物集めるのが好きだよね。集めてるんだけど、今日は昨日ドンキに行ったの。ドンキホーテに行って、昨日はシーツカバーみたいなの見たんだけど、でもその蝶々あったんだけどあんまり気に入らなかったのでやめました。しかもよくよく考えて、パッて起きた時に目の前に蝶々がいたらちょっとやだなと思ってやめました。蝶々かわいいよね。最近は蝶々のねネックレスが欲しい。めっちゃ欲しい。イヤリングも欲しいんだけどさ、大体蝶々ってさピアスとかなんだよね。イヤリングも作ってください、アクセサリー屋さん。ってことで終わります。壇上読みます。
13位の方フラペチーノさんありがとうございます。12位の方サバさんありがとうございます。11位の方ユナイテッドさんありがとうございます。10位の方大地ありがとうございます。9位の方温度のトックさんありがとうございます。3位の方ヒラモンさんありがとうございます。7位の方モピラさんありがとうございます。6位の方ハンシさんありがとうございます。5位の方ヒロさんありがとうございます。4位の方浦部さんありがとうございます。3位の方瀬戸の誠司さんありがとうございます。2位の方にゃん吉さんありがとうございます。そして1位の方はドゥルルルルルルルタイムファイヤーさんありがとう。タイムファイヤーさんみんなありがとうございました。こんな朝早くから見ていただいて。じゃあじゃあじゃあ今日は土曜日なので楽しもうねみんな。お昼もお昼お昼夜お昼か夜もできるかも多分やるので、そしてその喋れなくなっちゃった多分やるので、その時はまた見てください。まさか寝るんですか。いやいやちゃんとお風呂入りますよ。アイドルですからアイドルですから、メイク落としてお風呂入って寝ますじゃあお昼か夜も配信すると思うので、その時はまた見てください。バイバーイ。今日も一日頑張ってね。バイバーイ。